はい、どうも池です。さあ来ましたね、ルナシー復活祭アニューボイスということで、龍一復活おめでとうございます。はい、5月の20日に龍一、マカノリ一として、ソロライブをやったわけですが、復活して、直後の5月29日なんで、何か発表はあるだろうなというのは思ってたんで、それ用に何かあるんじゃねえかみたいな動画作ろうと思ってたんですけど、ちょっと素材が集まらなかったのと、やりたいことできなそうだったのと、ちょっと時間なかったのでできなかったんですが案の定ありましたね。はい、ちょっと予想とは違ってましたね。僕の予想では、12月、恒例の埼玉スーパーアリーナでのライブをで復活するよっていう発表をするんじゃないかなと思ってたんですが、まさかの8月ね。ちょっと今確認してないんですけど、8月の26の金曜日と27の土曜日だったかな。はい、平日と土曜というわけで、もちろん2日間とも行くわけですよ。行かないわけがないでしょ、これが。はい、行かなかったらもうダメだよ俺。というわけで、どんなことがあっても死んでも行くんで、8月26、27休み取ってなんとか行きます。もちろんスレーブセンター応募します。多分両方当たらないと思うんで、当たっても片方だけだとは思うんですけど、スレーブセンターで1日で、もう1日は普通にスレーブの選考で取っていこうかなと思っております。はい、ただね、ちょっといろいろ言いたいことがあるんですよ。まず軽いとこだけとりあえず今日言っちゃいますけど、復活祭っていう名前ね、あれっていう、もちろん分かりやすくていいんですけど、なんかねって感じなんですよね。やっぱルナシーはこういう分かりやすいような言葉だったりとか、俺たちというか、一般に寄せるようなことをしてほしくないんですよね。なんかこびてるような感じがしちゃって、すごく嫌なんですよね。また別の動画でしっかりちょっと語りたいとは思うんですけど、やっぱりルナシーはね、こびてほしくない。我が道をひたすら突っ走るわがままでいてほしいんですよ。その姿がやっぱりかっこいいんですよね、ルナシーって。多分一定数の人は俺の言ってること分かりますよね。そんなルナシーが好きなんですよね、これは。なんでね、ちょっとこの名前見た時、あれっていう感じがしたかな。あと全体的にやっぱり近年、やっぱり年を取って丸くなってるからっていうのもあるとは思うんですけど、だんだんやっぱりこう寄ってきちゃってるような感じがして、すごく嫌なんですよね。寄ってこなくていいんですよ、俺たちが寄っていくからそれでいいんですよっていう感じなんですよね。ド M なスレイブとしてはそうなんですよ。俺たちが寄っていくから、そんな寄ってこなくてもいいんですよっていう感じなんですよね。はい、というわけで、これからも我が道をずっと行ってほしいんですが、そんなルナシーを追いかけていきたいと思います。AK でした。というわけで今日はここまで。バイバイ。